んなー、ゲノタイプ4の国道教室始まるよ。おねえちゃんのエリート目指して頑張っていってね。さあ、始めるぞ。メンバーがおかしいだろ。そしてお前は松明持つな。マリサは天の声ツッコミをしています。どうも、先生は、俺、一人ぼっちの7年間とか言われてるけど34編成です。生徒紹介。どうも、最近本数が減った、E257K500 番台です。どうも、唯一の私鉄、近鉄2万3000系黄色カラーです。どうも、女子が一人だけということに少しショックを受けた、E233K5000 番台よ。どうも、なんか特急の運用についたこともある、F110 です。ということで、先生一人、生徒4人でやっていきます。ということで、今日は鉄道あるあるをやっていくぞ。え、鉄道教室じゃないの。それじゃあやっていこう。まずは俺から、鉄道あるある。ローカル線は大体古い車両。まあ、確かにそうですね。水戸線とか草津線とかを除けば。じゃあ次は E257 な。鉄道あるある。長く走りすぎてるやつがいる。ああ、いますね。暴走丸9とか。鉄道あるある。レールの幅が違くて直通できない。そんなところも確かにありますね。次は、私ですよね。うん。鉄道あるある。競合路線がある。ありますね。JR 関西線と近鉄とか、JR 中央快速線と京王本線とか。それじゃあ次。あ、俺ですね。鉄道あるある。全種別が通過する駅がある。ああ、ありますね。鹿島サッカースタジアムとか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 。長いわ。まあ、こんな感じで回していきます。次はテンポを速くしますよ。鉄道あるある。クラクション鳴らしながら突っ込んでくるやつがいる。時々ありますね。鉄道あるある。赤字路線に災害が重なって、大変なことに。いやまさかの時事ネタ。JR 北海道と JR 西日本頑張って。鉄道あるある。種別変更が多すぎる。直通とかありますね。鉄道あるある。かわいそうな車両がいる。いますね。2600系とか。2600系は確かにそうだね。鉄道あるある。機動車なのに電車並みの性能を持つやつがいる。それはお前な。鉄道あるある。団体が来ると。撮り鉄殺到。物によりますね。鉄道あるある。ふくふく線で、利用者が多い駅も快速通過せざるを得ない。完全に西船橋ですね。鉄道あるある。ほとんど特急しかない。それはお前んとこな。次。え、あ、はい。で、鉄道あるある。新車両のギロチンドアー。いやまさかのギラフネタ。これしか思いつかなかった。はい、じゃあ、次。鉄道あるある。一度は聞いたことがある。と、後日放送。わざわざこれを使うのかよ。みんな、たまにはヨドバシカメラも行ってあげてね。それじゃあ、今日の授業はこれでおしまいだ。またいつか会おう。気をつけ、礼。さようなら。